レーガーのカリカチアヨハンバプティストヨーゼフ・マクシミリアン・レーガーはドイツの作曲家、オルガン奏者、ピアニスト、指揮者、音楽教師。バイデン・インデア・オーバープファルツに育ち、早くも音楽教育を受ける。ミュンヘンとビースバーデンでフーゴー・リーマンに音楽理論を学んだ後、徴兵されて従軍するが、この頃から過度の喫煙や飲酒をたしなむようになり、1898年に 除退して実家に戻った時には、心身ともに虚脱状態に陥っていた。その後、レーガーの創作力は目に見えて、上向きになり、1901年には家族に対して、地元オーバーアップファルツよりも音楽的な成果が期待できるとして、ミュンヘン域を納得させられるようになっていた。1902年、レーガー自身は、カトリック神徒であったにもかかわらず、離婚歴のある、 プロテスタントシントの女性エルザ・フォンベルケンと結婚し、結果的にカトリック教会から無式波紋に処せられた。ミュンヘン時代のレーガーは作曲家としても、また演奏会ピアニストとしても、極めて積極的に活動している。1905年にはミュンヘン音楽院の打診を受けて、ヨーゼフ・ラインベルガーの公認教授に就任するが、わずか1年後には、 保守的な動向と意見の食い違いを起こすようになっていた。1907年に演奏活動でカールスルーエに滞在中にライプツィヒ音楽院の教授に選任されるが、その後も演奏活動と創作活動を続け、1908年には教授職を退き、1911年から1914年の初めまで毎人間宮廷楽団の宮廷楽長に就任した。 1914年にマイ人間宮帝楽団が解散されるとイエーナに転居。その後も精力的な作曲活動と演奏活動を続けている。心筋梗塞のために43歳で休止したが、極度の肥満や暴飲暴食、ニコチン中毒に過労も死因に関わったとされている。ライプツヒー時代の門人にジョージセル、ヨーゼフ・ハース、ヨハンナ・ゼンフターがいる。 レーガーは、豪快な人となりで、数々の逸話やアネクドートを残した。一例として、自作をこきおろした、新聞評論の執筆者に、今、我が家の一番狭い部屋におります。貴君の評論が、目の前にあります。もうじき背後に回るでしょうと書き送ったという逸話が、伝えられている。作品を酷評されると前期のように激怒することが、 あったが、約2メートルの身長と100キロを超える体重から、ドイツ最大の音楽家と呼ばれ、また、親友にまで、非常に、醜い顔と酷評されたことなどに対しては特に、反発したという記録はない。レーガーによる、ウェルテミニョン社製、フィルハーモニーオルガンへの録音風景、1913年。レーガーはとりわけオルガン曲によって、名声を得ているが、その作品は、 オペラと公共曲を除いて、すべてのジャンルを網羅しており、還元楽曲、競争曲、室内楽、リート、合唱曲のいずれにも傾聴に値する作品を残した。風画や変奏曲形式で作曲されている作品は多く、オルガン曲 BACH の主題による幻想曲と風画作品46は、バッハの動機に基づく作品としても名高い。 還元学のためのモーツァルトの主題による変奏曲と風が作品130にも比較的知られている。レーガーは自作をベートーベンやブラームスの伝統の一部とみなしていたが、その作品はしばしばこれらの作曲家の古典的な構成をフランツリストやワーグナーの拡張された火星法やバッハの複雑な対応法に組み合わせたものとなっている。レーガーは自らを ドイツ三大 B の正統的な後継者に位置づけることを好んだが、ブルックナーやグリーグ、リヒャルト・シュトラウスへの系統を隠そうとはしなかった。また、怪獣な作風という意味で、共通点のあるブゾーにとは、互いに親しい間柄であった。レーガーの好戦的で、物議を醸すような側面は、バイオリン・ソナタ第4番作品72に集約されている。 調整官の曖昧なこの作品は、新しい音楽を理解しようとしない保守的な聴衆や評論家をあざけるような鋭い調子を帯びており、開始学賞の第一主題は、英会会議という音列が使われている。レーガーは、1920年代まではドイツ語圏を中心に、むしろ影響力のある作曲家であった。新ン学派は、レーガーの作品を研究し、 初期のシマノフスキア・マルトウは、乾いたユーモアの表現や重厚なテクスチは、拡張された調整において、レーガーを手本としている。ヒンデミットとプロコフィエフも、レーガーの作品に浸水した。プロコフィエフは、1916年にレーガーが、ウジェヌイザイと共演して、ペトログラードで開いた演奏会で、上記の作品72をロシア初演した際にその場に居合わせ、 この作品に魅了されたということを後に10回している。一方でストラビンスキーはメロス史上においてレーガーの音楽は作曲者その人と同じくらいに無味感想だと発言した。レーガーの作品は演奏、解釈という意味においても聴衆の理解という意味においても明らかに人を面食わせるところがある。とりわけ中期の作品は かつてないほど調整感が拡張されている。レーガーの変奏曲は、ドイツ三大 B に並び立つ異業で、変奏曲の歴史の中でも、最も重要な作品に位置し、大砲の分野において、半音階的なポリフォニーに関連している。またレーガーは、風がーー、最晩年において、レーガーは、明晰さや、繊細さの最大限の可能性を好むようになり、学説や、 学区の全体を単純化しようと苦闘した。退職原因の時代をトランクに変えた、レーガーの暴飲暴食ぶりを揶揄した言葉は、過去のものとなり、自由が言えな家な様式と呼ばれる、新しい表現様式に向かっている。例えば、いくつかの還元楽曲では壮大で、叙情美あふれるロマン派音楽に回帰しているが、その反面、有名な、 モーツァルトの主題による変奏曲と風が作品132やクラリネット50奏曲作品146は枯れた筆致と練れた技巧のうちに軽妙洒脱な境地を繰り広げ来たるべき新古典主義音楽の行方を予告している。恩師フーゴー・リーマンによる破壊的で批判的なレーガー作品表に加えてレーガーの作品がマーラー晩年の交響曲やストラビンスキーの3、 大バレーと同時期の世紀末の音楽であるという事実も相まって、レーガーの作品はこれら同時代の音楽の影の存在となっている。だが、カール・スルウェにマックス・レーガー研究所が設立され、室内楽曲全集の録音が CD に復刻されるなど、徐々にレーガー復活の機運が見られ、その他の作品が演奏会でも演奏されるようになってきた。また、 レーガーのオリジナル作品だけでなく、編曲も再評価されるようになってきており、中でも、ショパンや、ヨハン・シュトラウスのワルツのピアノ用編曲や、シューベルトやボルフのピアノ伴奏歌曲をオーケストラ伴奏用に書き換えたものは、CDA の録音も行われている。いずれの場合も、原曲の持ち味を損なわずに、新たなセーブを書き加えたり、巧みな楽器法の手腕を発揮している。 ショパンの編曲では、とぼけた味わいすら醸し出しているとも評されている。レーガーは多作な作曲家であったが、同時に対策志向も強かった。しかし、対策の完成作は、ほとんどない。上記のように、オペラと公共曲は一作も残さず、シンホニエった作品90の他は、変奏曲と風が数曲と、べっくりによる4つの落とし作品128。 レクイエム作品140。しかし、未完成ラテンレクイエムは、未完成のまま長年放置されていたのが発掘され、録音された際に、すぐに、ドイツレコード批評が春季賞を受賞しているなど、相当な能力を秘めていたのも確かなようである。フルオーケストラに匹敵する、表現力を持つ楽器ということから、パイプオルガンの演奏と作曲にも熱心であり、自作自演録音も残している。 リードオルガンや、ブラスバンドとパイプオルガンの共演曲なども残しており、楽器の特性をつかんで作曲するというヒンリミットの先行者的な面も見られる。ありがとうございます。